キクは様々な天然並びに合成殺虫剤と関連する有機化合物の一つである。ピレスロイドに分類されるピレトリンアイやピレトリン2と関連している。キクの4種の立体異性体の一つであるオア、トランスクリプション、クラサンソミックアシッドは女中肉の種子に含まれるピレトリンアイの三部である。多くの合成ピレスロイド、例えばアレトリン類は、 菊さんの4種の異性体すべてのエステルである。菊さんには2箇所のキラル中心が存在し、その場所はいずれも分子内対象面になり得ない構造をしているため、この2箇所が S 配置であるか R 配置であるかの組み合わせによって合計4つの立体異性体が存在する。例えば、菊さんの4つの立体異性体の中で、引く、菊さんはピレトリンアイの部分構造である。 殺虫剤として使用される化合物群の中の一つにピレスロイドと呼ばれる化合物群が存在する。当初のピレスロイドはすべて菊酸を部分構造として有していた。しかし人工的に合成されたピレスロイドの中には菊酸の構造を有していないものも開発された。したがってピレスロイドならば菊酸を部分構造に持つとは言えなくなった。菊酸の生合成。 炭素数5つのイソプレンの単位が分かりやすいように、後から結合したイソプレンの炭素の部分を赤く着色してある。菊酸はモノテルペノイド、すなわち炭素数5のイソプレン単位が2つ結合しているため、菊酸の炭素数は10個である。ちょうど、イソプレンのピロリン酸エステルが2分子を原料として、菊酸が合成される。なお、イソプレンのピロリン酸エステルは、 ジメチルアリルにリン酸から生合成される。菊酸は、工業的に、シストラン水生体の混合物であるジインの、シクロプロパン化反応とそれに続くエステルの、加水分解によって生産される。多くのピレスロイドは、菊酸、エチルエステルの再エステル化によって入手できる。シェーティックアイダンズ DM、ローブル WM、パイサー GD。 ホールター CD クラサンソミルダイホスフィートシンターゼアイソレーションオブザジーンキャラクタリゼーションオブザラコンブノントノンヘッド2テールモノターピンシンターゼフロムクリサンセマムシンデリフォーリアムプロクナットルエイキャドサイ USA 98 43738ドイ10.1073 プナズ、零七一五四三五九八 p m c 三万千八百四十二プミド千百二十八万七千六百五十三 https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ PMC スラッシュアーティクルズ、スラッシュ p m c 三一八四二スラッシュ。ケリー、ローレンス F、A シンセシスオブクラサンソミックエステル。 アンアンダーグラデュエイトエクスペリメント。J、k e エジェック、64、1061、ドイ 10.、10.1021、エドレ 64P1061。ありがとうございます。